とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活の公式ホームページを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。アップデート情報は、一向に変わってないね。未だに2月15日、公式ページのアップデート第3弾のページが更新されましたよっていう、そこで止まったきり。いつアップデートされるかっていうのは全くの謎となっております。でもツイッターがいくつか更新されてるので、そっちを見ていってみましょう。それではまずはこの記事から見ていきましょう。何やらエイリアンの格好のやつが、普通に話をしてる。エイリアン。こんにちは。私はエイリアン。コスプレ好きの普通の女の子だよ。女の子だったの？女の子だったのか。中身が見えないから全くわかんなかったね。どうも、次回配信の大型無料アップデート第3弾では、新たなショップが追加されるみたいなの。まあ、ここを紹介されてるっていうことは、ここにファッションのお店ができるのか。あれか。前回の、ツイッターとかで出てた、レベル5のキャラクターの衣装なんかをここで売ってるっていうことか。なるほどね。稲妻イレブンとかレイトン教授、二の国とか、そういうなりきり衣装はここで売ってるんじゃないかな。学園の目の前で、このエイリアンっていう子がショップを開くみたいです。まあ、コスプレショップで間違いないでしょう。そして次の記事はこれ、これゲーム画像だね。表彰状のところか。全部で確かね、30個ぐらいの表彰状があって、まあ、これを全部入手してみてくださいよっていうことらしい。俺ね、あと3つないのよね。3つない。漏らしたらダメリアで何かをするともらえるっていうやつと、ツッコミを見事に決めた時っていうのと、あと一個はね、ダンジョンを100回クリアするっていうやつ。ダンジョンはね、俺100回は絶対クリアしたことあると思うんだけども、なんだろうね、そのダンジョンの定義っていうのがわからない。ダンジョン100回のやつが、俺はまだもらえてないね。漏らしたらダメリアも何をすればもらえるのか全くわかんないし、ツッコミもね、見事なツッコミ決めてくれないんだよな、俺のキャラクターたち。そして、これが最後の記事になります。これが俺ね、一番びっくりした。マジでびっくりしたよ。2021年4月9日金曜日から、夕方6時25分から、妖怪ウォッチ音符っていうのが始まるらしいのよ。妖怪ウォッチの新シリーズだね。妖怪学園はもう終わっちゃうの？高等部編1年続くかと思いきや、高等部編はどうも3月頃に終了するっぽい。っていうことはあと5話ぐらいで終わるのか？あと4話か5話ぐらいで妖怪学園は終了しちゃうっていうことみたいです。で、次は、元のね、妖怪ウォッチ。音符がついてるんだけどね。元の妖怪ウォッチが始まるみたい。まあ、おなじみの、ケータとジバニャンが織りなす話らしいんだけども、どういう話になるんだろうね。いつものギャグ系の漫画になるのか、それとも、シャドウサイドみたいな、ちょっとシリアスな感じ。いや、ケータとジバニャンで、シリアスはないか。ないだろうね。まあ昔みたいな感じになると思うんで、まあこれはこれで楽しみ。まあ残りのね、4話か5話の妖怪学園、これもね、楽しみに見ていきたいと思います。はい、ということで今日は妖怪学園 Y、YY 学園生活の公式ホームページ見ていきました。アップデートの欄が全く更新されない。びくともしてないんで、いつになるんだろう。2月中確定かなと思いきや、こりゃ3月だわ。3月。もしかすると、Y 学園のアニメが終わった時に来るとかかな。
うん、で昨日のね生放送中も話をしてたんだけども妖怪ウォッチ5もう発売されるんじゃないかな。これはされるよおそらく。まあ、いつもの感じなら夏頃発売されるんだけども、どうなんだろうね、わからない。うん、結構妖怪ウォッチはアニメとねゲーム連動するような話なんだけど、どうでしょうか。まあ妖怪ウォッチ5は必ず出るとは思うんだけど、発売日はいつになるんでしょう。楽しみだね。やっぱ妖怪ウォッチのいろんなキャラクター、まあ2、3の時の600体ぐらいいたあの頃大好きだったんで、そこぐらいにね戻ってくれるといいかな。それぐらいのキャラクターの数に戻ってくれれば嬉しいと思います。はい、ではね、またゲーム動画出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。